サンティアゴ・アリアス・ナランホは、コロンビア・メデジン出身のサッカー選手。ラリーがグラナダ CF 所属。ポジションは、DF、MF、コロンビア代表。ライキダの下部組織を経て2009年にトップチームに、昇格を果たしたアリアスは、一定の成功を収めると、すぐさま、ポルトガル一部のスポルティング CP へ引き抜かれた。 2011年6月21日からの5年契約で加入したスポルティングでは大半を B チームで過ごしており、トップチームでジョアン・ペレーラーやミゲル・ロペス、セドリック・ソアレスの控えとして数試合に出場した。控えの日々が続いていた中、2013年1月にオランダ一部の PSV、アイントホーフェンから接触がなされ、 7月13日に移籍金160万ユーロで同僚のスタインス・ハールスと共に PSV へ移籍し4年契約を締結した PSV ではフィリップ国有監督の下でジョシュア・ブレネットと右サイドバックのポジション争いを繰り広げられるだろうと評されると主軸の一人として考えられており7月24日に トルコ一部のフェネルバフチェエスケートの親善試合で非公式戦初出場を飾り8月3日のアドデンハーグ戦でリーグ戦初出場及び90分フル出場した2018年7月31日ラリーガのアトレティコマドリードと5年契約を締結したことが発表された背番号は4番9月1日のリーグセルタ戦で公式戦デビューを果たした 2019年の1月19日に行われた SD、ウエスカ戦では、アントワーヌ・グリーズマンのアシストにより、移籍後初得点を記録し、チームの3から0での勝利に貢献した。しかし、翌2019から20シーズンは、キーラン・トリッピアー、シメ、ブルサリコとのポジション争いを強いられ、リーグ戦14試合の出場で終了。2020年9月24日、 バイエルレバー,クーゼンへの1年のローン遺跡が発表された。しかし、10月9日の 2022FIFA ワールドカップ南米予選のベネズエラ戦で左足に重傷を負い、2020から21シーズンの出場が絶望的になったと報じられた。2021年8月30日、グラナダ CFA1 シーズンのレンタル遺跡が決定した。 U-17 代表時代に 2009FIFAU-17 ワールドカップで3位決定戦を除く全6試合に出場し4位入賞に貢献。U-20 代表時代は南米ユース選手権で6位に終わったもののチームの主軸として全9試合に出場。また同年のトゥーロン国際大会ではエドアルドララ監督の下で全5試合に出場して 優勝に貢献した。右サイドバックの一番手であるファンスニガが負傷したことにより、2013年9月に 2014FIFA フフワールドカップ南米予選のチリ戦とパラグアイ戦に向け、ホセペケルマン監督の下で A 代表に初招集され、パラグアイ戦で初出場を飾った。2014FIFA フフワールドカップ本大会のメンバーにも選出され、 グループリーグのギリシャ戦とコートジボワール戦に途中出場、最終節の日本戦ではフル出場を果たした。コロンビアは3戦全勝でグループリーグを首位で通過し、ベスト8まで進出するも、自身に決勝トーナメントでの出場機会は訪れなかった。2018FIFA ワールドカップでは右サイドバックのレギュラーとしてグループリーグ全試合にフル出場。 チームも、初戦の日本戦こそ敗れるも、続く、ポーランド戦、セネガル戦には勝利し、2大会連続でのグループリーグ首位通過を果たした。決勝トーナメント1回戦のイングランド戦でも、先発出場し、延長後半11分までプレーをするも、チームは、PK 戦で敗れベスト16での敗退となった。2019年3月12日現在、 PSV アイントホーフェンアトレティコマドリード u マイナス20コロンビア代表ありがとうございます